IBM 8514A8514A は1987年に IBM 社が IBM PS に用として販売したグラフィックアダプターの規格であり 1024X768 ピクセル256色 43.5Hz インターレース表示をサポートする8514は基本的には ディスプレイコントローラーハードウェアの 8514A ディスプレイアダプターを指し示す。しかしながら、IBM は 8514A 用の純正 CRT モニターにも8514で始まる型バムをつけている。8514はアダプターインターフェースあるいは AI と呼ばれる標準化プログラミングインターフェースを使用する。このインターフェースはザが IBM イメージアダプター A および ATI テクノロジーズマッハ32や IIT g ークスといった 8514A およびザガの他社製互換品でも使われた。インターフェースはコンピューターソフトウェアに8514ハードウェアへの共通の 3D 描画操作を軽減させることを可能にする。これは他の処理を行うホスト CPU の負荷を減らし、 さらにグラフィックの再描画の速度を大きく向上させた。8514は1987年4月に IBM パーソナルシステム2と共に発表された。それはミクロチャンネルアーキテクチャをベースとする PS2 のビデオグラフィックスアレイに対するオプションのアップグレードで PS2 の発表から3ヶ月以内に出荷された。 ハードウェアアクセラレーションをサポートした最初の IBM PC 用ビデオカードではないにもかかわらず IBM 8514は最初の PC 一般市場向け固定機能アクセラレーターであるとよく言われている。8514が登場するまで PC グラフィックアクセラレーションは高価なワークステーションクラスのグラフィックコプロセッサーボードに追いやられていた。 コプロセッサーボードはプログラム可能な専用の CPU、または DSP チップで構成されていた。8514などの固定機能アクセラレーターは、より良いコストパフォーマンスで、それに見合ったプログラムの柔軟性を提供した。後に登場した8514互換ボードは、テキサスインスツルメンツトムス3 4 1 0チップをベースにしていた。8514は、 後継の IBM ザガに置き換えられた。8514はベストセラーにはならなかったが、製品は1990年代初めに急成長することになる固定機能 PC、グラフィックアクセラレーターの市場を作り上げた。ATI マッハ8とマッハ32チップは有名な互換品で、エッサングラフィックスを代表とするいくつかの企業によって、レジスタ互換ではないが8514。 A と非常によく似たコンセプトを持ったグラフィックアクセラレーターチップが設計された。このグラフィック規格をサポートするソフトウェアには次が挙げられる。8514は最初の GPU の一つとして紹介された。バイトマガジンはその能力について詳細な記事を掲載した。当時8514はビジネスユースに非常に有力な GPU として考えられていた。 8514にはグラフィックオブジェクトの非常に小さなセットを描くためのコマンドはあるが単一ピクセルを描画するコマンドはなかったピクセルの書き込みを行うには指定位置のピクセルから同じ位置のピクセルに線として描画する必要があった8514がサポートする画面モードを上げる後の互換ボードは追加の解像度をサポートした8514は 日本 IBM の開発、販売していたマルチステーション5550の表示回路を発展させたもので、このアダプター自体は VGA やその互換機能を持たない。アダプターはミクロチャンネルコネクターのアブを通じてマザーボードからの映像信号をスルー出力できる構造になっており、マザーボード側にマガや VGA などの基本グラフィック機能が存在することを前提にしていた。 注釈この方式は PS2 の日本版にあたる PS55 のディスプレイアダプターと同じである。出典この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。